はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、引き続き細井さんにお越しいただきました。今日はナーのコンテンツの第2弾というところで、政治の部分の人種っていうところもトピックにお話しいただこうかなと思ってます。まあ、人種っていうと南アフリカはポイントは何になりますかね。すごくね、複雑な国ですよね。はい、大体のアフリカの国って、まあ、植民地支配するときにあんまり白人の人って来なかったんですよ。はいはいはい、なんですけど南アフリカの場合はすごく長い植民地の経験を持っていて、白人の比率っていうのが一番高い時期で 20% ぐらいいたんですよね。そうなんですね。でインドからの移民もいるし、はい、まあ、当然この人種がいっぱいいれば、まあ、混血ですよね、混ざる人たちっていうのもいるから、すごくね人種が複雑。そうなんですね。たくさんいますよね。虹の国って言われるだけあって、本当にだから肌の色の面でも虹の国なんですよね。そういうことですね。まあ、いわゆる南アフリカといえば、この人種っていうところに対してのキーワードだとやっぱりアパルトヘイトと、あとちょっとあんまり知られないかもしれないんですけど、解放構想。解放構想ですね。この2つがやっぱり大きいですよね。そうですね。もう切っても切り離せないというか、みんな知ってる唯一のアフリカンス語はアパルトヘイトでしょって。そうですよね。ちょっとそこについて今日お伺いしていきたいなっていうふうに考えてるんですけど、これね、長い南アの歴史を知らないとちょっと難しい話なんですけど、まず17世紀に、オランダの東インド会社っていう、要は徳川幕府とかと商売をした人たちがいるじゃないですか。はい、あの人たちが今のケープタウンに、まあ、基地を作ろうって言って作ったのが、南アフリカの植民地化の最初始まりなんですね。そういうこと。それで、ちょっとずつ農園みたいのを作ったりとか、入植する人っていうのが増えていく。その当時はだからオランダ人とか、あとはヨーロッパで宗教的に迫害を受けてきた人たちっていうのが入植してきたんですね。でその後、その時にできたのが、アフリカーナーというふうに言われる人たちで、彼らはオランダ語の亜種であるアフリカンスっていう言葉を使っていくんですね。っていうのが最初なんですよ。はい、その後に植民地の宗主国が変わるんですよ。これナポレオンと戦争した時にオランダ領のケープ植民地をイギリスがもらうんですよ。そうするとイギリスの植民地になるわけですね、ケープ植民地っていうものが。でイギリスの方でも失業者がいっぱい溜まってるんで、お前らケープタウンに行けっつって言ってケープタウンに送り出されるんですよ。そうするとアフリカーナとイギリス人が来るわけですね。でイギリスのずっと支配が続くんですけど、なんかイギリスのやる政策、奴隷解放とかそういうのに嫌だなって思うアフリカーナがどんどん内陸に行って、逃げていって、それで、イギリスの人たちは、ケープタウン周辺に伸びていくっていう感じになってくるんですけれども、その時点で何が言いたいかというと、白人って2種類いるんですよ、大きく分けて。アフリカーナとイングリッシュスピーカーって言うんですけど、英語系の人たちがいて、その2つのグループが入植していったっていうのがあるんですね。そういうことか。なるほど。で厄介なのが、19世紀の終わりぐらいに今のヨハネスブルグで金鉱見つかって、アフリカーナの人たちが急に裕福になるんですよ。それを見た、世界史で出てくると思うんですけど、セシル・ローズっていうケープ植民地の首相が、あそこ欲しいと言って戦争仕掛けて併合しちゃうんですよ。ボーア戦争とか南アフリカ戦争っていう風に言うんですけど、それが1901年まで続いて、南アフリカっていう大きいイギリス領の植民地が形成されて、最終的に1910年に南アフリカ連邦という形で成立するんですね。だから要は何が言いたいかというと、2つの白人が入植をしていて、しかもそいつらはすごく仲が悪くて、最終的にイギリス人が一番いいとこ分取っちゃったっていう、そういう構造がまず最初にあるわけです。なるほど。前提の歴史として南アフリカが生まれる国、生まれるとした時にそういう前提があった、ね、そういう前提があったっていう、白人の中でも仲が悪いっていうことですね。でここでようやくアパルトヘイトの話になるんですけど、国のいいとこ捉えちゃったアフリカーナーってあんまりその裕福ではないんですね。もともとその公夫として働いたりとかするから、あんまり金持ちじゃないけど、その鉱山主になったのがイギリス系だから、どんどん格差が広がっていって、そこに不満があるわけですよ。で不満が溜まっていくと倒したいなと思うのが人間ですよね。で彼らは参政権持ってたんで、アフリカーナーの政党を作ろう、南アフリカっていうのはアフリカーナーの国じゃないかっていうような意識をものすごく強く持っていて、国民党っていう勢力ができてくるんですね。それができてきて、いろいろとあの第二次世界大戦に行くまでにいろんなことはあったんですけども、1948年に国民党が勝ったんです。でその時に掲げられたキーワードというか、今でマニフェストみたいな言葉がアパルトヘイト、そういうことなんですね。なんですよ。
で1948年に勝ったんでアパルトヘイトっていうのが、まあ、政策として導入されていったっていうのが、まあ、ざっくりとした流れですね。そういうことなんですか、うん、アパルトヘイトって英語なんですか、ね、うん、アパルトヘイトっていうのはそれもアフリカンス語で、はい、アパートネス、要は離しておくっていう意味なんですよね。背景見ておくと、まあ、48年ですから、はい、第二次世界大戦が45年に終わりますよね、はい、南アフリカも第二次世界大戦に参加してるので、うん、白人の人たちとか、まあ、黒人もそうですけどどんどん戦地に送られていくわけですよ、うんうんうん、で人口減るじゃないですか。でもなんとかして南アフリカの鉄を作って兵器作んなきゃいけないからっていうんで、うん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 、今までほったらかしにされた黒人の人たちも工場とか来て働いていいよっていうふうになった結果、うんうんうん、黒人がすごく目立つようになるわけですね。なるほど。それに対してその街中に黒人が増えていって、うん、それでどんどんこの社会的な居場所が増えていくのを見たアフリカーナーがこのままだと自分たちの仕事なくなるんじゃないかっていうふうに思って、いや人種は別に分けてそれぞれで発展させるっていうのが大事なんだっていう名目で自分たちが優位に立つ状況っていうのをまだ引き続き持とうとするっていうのがあったんですね。でそのために掲げられたのがアパルトヘイト、分けてそれぞれのコミュニティが別々に発展していくのがいいんだっていうのが一応建前として掲げられた政策なんですね。あ、そういうことだったんですね、うん、なるほど。それがじゃあアパルトヘイトっていう名前の由来というか、ね、まあ、そういうざっくりとしたイメージとして一応建前はね、うん、言われていたんだと思いますね。実際それどうだったんですかね、うん、白人による黒人の搾取っていうより他ないですよね。アパルトヘイト始まる前からそうなんですけど、うん、基本的にそのイギリス人にしても、うん、アフリカーナーにしても黒人の土地を奪って、うん、黒人をよりその安くこき使うっていうのが基本になっていくわけですね、うんうん、だから土地法っていうのが制定されたのが1913年、うんなんですけど、うんうんうん、だからもう南アフリカができたすぐに白人の使っていい土地、黒人の使っていい土地っていうのがすごくはっきり分けられて、はいはいはい、それで黒人の村落っていうのはすごく痩せた土地に押し込められていったっていうのがあるって、うんうんうん、まあ、アパルトヘイトの形自体はもう昔からあったんですけど、それが加速していったのが1948年からなっていくわけですね。だからその後はもっと法律が厳しくなっていって、はい、黒人が移動するときにはパスですね、我々のパスポートみたいのを国内でも持ってなきゃいけない。おお、だから誰々はどこそこの会社に勤めていて、はい、いつ生まれでどういう家族で指紋はこれですっていうのを持っていないと工場とか行っちゃいけなくて、うん、住んでもいけないっていう、そういうのをやってみたりとか、あとは人種間で結婚しちゃいけませんとかね、分けなきゃいけないから、そうか、そのためにはその雑婚っていうのはダメだっていうふうなことを言うわけですよ、うんうんうん、だから結婚も人種同士でやってくださいみたいなことを言ったりとかね、そういうこの厳しい法律がものすごいいっぱい、いやーこれ今じゃ考えられないですよね。いや信じられないことをやるんですよ。だから本当に日常レベルでも窓口が違うとか、店の入る位置が違うとか、はい、このビーチは白人専用とか、そういうのが本当に徹底されていったっていうのがアパルトヘイトの時代。いやー考えられないですね今が。そう、それをやるんですよ。ただ、まあ、建前は別々にそれぞれの場所で発展するのがいいでしょうっていう、なんかね割とこの話ってなんか聞きません、今でもそういうのがいいんだっていう人いますけど、それアパルトヘイトですよって僕は言ったなるほど、それあなた言ってるのはアパルトヘイトですよっていうのは、うんうんうん、はっきり言っておいてもいいと思うんですよね、うん、確かにそうっすね。まあ、元々アパルトヘイトっていう言葉は多分知ってる方多いと思うんですけど、うん、具体的にどういうことになってたかとか、うん、そこまで切り分けられたのかっていうところってあまり知らないですよね、皆さん。もう今となっては知らないですよね、うん、まあ、昔のだからアメリカの南部とかも近いものがあるっていうふうに言うし、うん、まあ、アパルトヘイトを作ったと言われている人がいるんですけど、フルブルトっていう、まあ、後に首相になった人ですけどね、うん、彼なんかが参考にしたのもアメリカの南部だったって言われてますね。あ、そうなんですね。だからキング牧師とかが戦っていた絵ですよね、はい、あの情景と非常によく似たというか、よりもっとえげつないものっていうのが南アフリカで築かれていたっていう風に言えるんじゃないかなと思いますけど。そうなんですね。でそこを声を上げていったのがいわゆる、解放構想とか、うん、そこに紐づくんですかね。そうですね、うん、まあ、元々は今の与党になっていきますけれども、まあ、アフリカンナショナルコングレスっていうアフリカ民族会議っていうふうに言われますね、はい、ANC っていう、はいはい、今第一政党になってるところ、ね、今与党ですね、与党になってますけど、まあ、一番何しろ有名なのはネルソン・マンデラですよね、はい、まあ、ANC っていうのは元々は1912年かな、はい、に割とこうエリートというか教育を受けた人たちが作って、この状況ひどいからもうちょっと改善しようよっていうので、まあ植民地当局にお願いしようっていう、まあそういう感じでできたものなんですよ。はいはいはい。で最初はお願いベースだったんですけど、これじゃ変わらないなっていうふうに戦後になってから考えるようになってきて、
来る人が出てくるわけですね、うんうんうん、それが若手と言われていたネルソン・マンデラとか、はい、あとはまあウォルター・シスルとかね、それから今空港の名前になってますけどオリバー・タンボとかっていう比較的大学を出たばっかりかなっていうぐらいの人たちっていうのが主導権を握って、うん、なるべく平和に抵抗して、うんうん、ダメなら武装闘争も辞さないっていう風な戦略にちょうどアパルトヘイトが始まる頃に転換し始めるんですね。なるほど。じゃあもうそこからちょっとずつ動き始めるような形になるんですね、うん、動くというか、まあ、衝突が多くなるというかね、うんうん、最初はそのさっき言ったパスを燃やすとか、はい、持ち歩かないとか、入っちゃいけないよって言われるところに行って座るとか、はい、そういう平和なことやってたんですけど、はい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 、だん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 抑圧がえげつなくなっていってですね、はい、だからまあ逮捕されて裁判したりとかっていうのも散々やるんですけれども、うんうんうん、1960年かな、シャッピルっていうところでデモ隊に発砲して60人以上死んじゃうっていう抑圧をするわけですよ、はい、それであの ANC とかも非合法だっていうふうに言われちゃってもうどうしようもなくなっちゃうんですね。それからはもう武装闘争っていうのをもう組み合わせながら作戦を進めていくっていうことになるんですけども、はい、まあ、ある時その爆弾テロをやろうとしたりとかっていうのがバレちゃって、はいはい、それが原因でネルソン・マンデラとかその指導部っていうのは終身刑になっちゃう。あ、そうなんですね、うん、ちなみに ANC の方が武力抗争みたいな形があったってことですか？そうですね、まあ、ANC っていうのは南アフリカ共産党とすごく深いつながりを持っていて協力関係にあったりとかもしたんですけど、まあ、そこから支援を受けて、うんうん、まあ、要はソ連から支援を受けたりとかもしながら武器を得て、はい、それで何かをやろうというふうにしたんですけど、うん、まあ、本格的に戦争する前に捕まっちゃったんですよ、はいはいはい、でマンデラたちは今もあの世界遺産になってますけど、はい、ケープタウンの沖合にロベン島っていう島があって、はい、 あ、 ね、あそこに島流しですよね実質、うんうんうん、本当に文字通り島流しで終身刑になっちゃった、うん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 、でかろうじて生き延びた人たちっていうのが国外に脱出して他のアフリカの国々の支援を受けながらその後の解放闘争っていうのを推進していくっていうのが、まあ、大きな流れですね、うんうん、なるほど、そうなんですね。ちなみに終身刑になるじゃないですか、ネルソン・マンデラさんは、うん、そこって結論どういう経緯でそこから解放される感じになっていくんですか？うん、これは90年の2月に解放されるんですけど、はい、アパルトヘイトで抑圧してても、まあ、いろいろとうまくいかなくなってくるわけですね。でうまくいかなくなっていった中でなんとか改革をしていかなきゃいけないという動きが80年代ぐらいから出てきて、はい、その中で、まあ、一番交渉の相手としてふさわしいのはネルソン・マンデラっていう当時 の、 その ANC のリーダーだった人のはずだからっていうので、まあ、彼を解放して、うんうん、交渉のテーブルにつけさせて民主化していこうっていうのが始まるわけですね、うんうん、それが原因であのこの間新フレデリック・デクラークっていう大統領が解放して交渉をして94年に民主化するっていうのがざっくりした流れ。そうなんだ。これ結構そのアパルトヘイトっていう政策が行われて、うん、結構そこ浸透していったところを解放していくって、うん、結構な馬力ないといけないですよね。いや、そうなんですよ。いろんなことやりますよね、はい、最初は亡命したばっかの頃はもう意地でも武力でやってやるみたいなことを言うんですけど、うんうんうん、まあね、そうは言っても大学出たとかそういうレベルの人だから戦争できないんですよ。はいはいはい、はい、うん、一回侵攻を試みるんですけど、うんうん、やっぱ失敗しちゃうんですね。あ、そうなんですね。だから基本的にどうするかっていうと、まあ、ソ連の太いパイプがあるから、まあ、それを一つ頼みにしながらアパルトヘイトって良くないですよねっていう世論を国際的に作っていくっていうのを、まあ、国外闘争組っていうふうに言われますけど国外組の人たちはすごく強くやっていく。だからあの日本の左派とかもそうですけどね、左派系の政党とかを中心にアパルトヘイトなんていう信じられないものをやってる国があるっていうので反対運動を盛り立っていくっていうのに、まあ、70年代80年代ぐらいに ANC っていうのはすごく積極的に活動していた、うん、なるほど。これちなみになんですけど、うん、まだインターネットとかも普及していない時代の中で、うん、アパルトヘイトをやっている国があるとか、うん、どういうふうに他の国に広めていくんですか？うん、あのいろんなところにその支部を作るんですよね。あ、で、そういうことか。まあ、そこにいるその工作員みたいな感じですけど、はい、まあ、そういう人たちに指令を書いて、うん、NGO とか、まあ、政党ですよね。特に社会民主系の政党、日本でもそうですけど、うんうん、まあ、特に北欧とかね、ああいうところのちょっと左寄りぐらいの政党とかっていうのに働きかけたりとかしてどんどん浸透させていく、はいはいはい、で誰もアパルトヘイトがいいと思うやつなんかいないんですよ、はい、あんな政策なんで。で内心その
嫌だなって思ってるんだけれども、うんうん、どうしても冷戦の流れでね、 ANC はソ連の手先で、うん、南岸を守る国民党っていう構図っていうのがなんとなく冷戦の中では当たり前のようにして見られちゃうんで、はいはい、国民党嫌なんだけど ANC がなるのもなみたいなのがやっぱり特に先進国というか西側諸国の右派にはやっぱ強いわけですよね。あ、そういうことか。なので左派を中心にどんどん浸透していくっていうのが、うんうん、80年代ぐらいまでの ANC の、まあ、主な戦略だったのかな。なるほど。じゃあ解放につながるためっていうのは、うん、まあ、いわゆる南アだけではなくて、うん、全世界の動きっていうところを考慮して、うん、そういう形になったって感じですね。そうですね。そういうことをしながら、まあ、国外的には制裁ですよね、うん、制裁をして南アを弱めていこうっていうことが非常に強く行われていて、まあ、国連安保理でも南アのそのシャープビルボードでさっき言ったその背後から人を撃っちゃったりとかありましたけど、はいはいはい、そういうのがあるたびに制裁、武器は禁輸だとか、うん、そういう制裁を加えていたし、80年代になってくると先進国とかの間でも、まあ、南アの製品は輸入しませんとかっていう制裁がすごく強いんですよね、はい、で主な産業金だって言ったじゃないですか、はい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 、金の金融って、はい、一番聞きますよね、はい、クリューガーランドとかっていうのを売ってたんですけど、うんうん、まあ、その金貨を輸入禁止にしちゃいますとか、はい、そういう制裁をして圧力をかけるっていうのもやってましたね。なるほど。それ結構痛手ですね。痛手ですよ。それでもなんとかなっちゃったところがアパルトヘイト対策の怖いところなんですけど、はいはい、ただやっぱり国外と取引のある企業っていうのはそういう状況やっぱ望ましくないですから、うんうん、まあ、その頃から80年代の半ばぐらいからかな、うんうん、もうこれ無理だなと思って、うんうん、国外にいる ANC とまあ交渉を持つようになっていったっていうのが、まあ、ANC っていう団体にとっての解放闘争かな。そういうことだったんですね。